菅原天満宮は、大阪市東淀川区菅原に鎮座する神社。拝殿寛永年間に、逆さ川の古市を開墾して、西成郡新家村が成立した際に勘定された神社である。逆さ川は、淀川の水を三国川へ疎通するために開削された水路だったが、後に中津川の浚渫で出た土砂で埋め立てられた。新家村は、逆さ川両岸の堤防跡に集落が広がるため、二重新家とも呼ばれていた。一段高い丘になっているのは、天保年間代官、築山蔵左衛門によって、堤防崩壊禁止令が出され、これを受けて、毎年9月9日に境内に土を運び盛り上げる、土持ち行事が慣習化したことによるもので、村民こぞって参加したという。明治5年村社。明治21年には、新家村が菅原村に改称。淀川改良工事のため、明治35年現在地に移転。大正元年新鮮兵伯領とも新社に指定される。現在の社殿は、昭和43年に再建されたもの。石段の左下に、観光ゆかりの地、牛回しと刻む延享元年正月の建立。牛を新しく飼うとき、新しい飼い主に懐くように石の周りを、元の育て主を忘れるようにと念じながら3度回る、風習。ありがとうございます。